最弱王決定戦。いやもう弱いからね。ということで、はい、今回は、はい、ジェンガス。で今回の負けゲームもこの幼虫ミックス。嫌だねそれが。はい、だから俺ら3人が負けたらこれ。でこちらの2人が負けたら一発芸です。あ、一発芸したんで次モノマネです。はい、あのルールがまだよく分かってないんだけど、さすがにチャンネルのルールはほぼ俺が決めるから、思いつきでしかも。これもさっさんの思いつきじゃないですか。え、そうなの。いや違うよ、言い出したんだよ、昆虫とか。僕ね、でじゃあ岡村さん、これの前に全員でしたんです、一生懸命、うん、もう30分やめてください、これは、うん、でもこっちのスタッフ2人は昆虫じゃないですか、ドンキ売ってましたら言うじゃないですか。で、僕 LINE 送ったんですよ、お前分かった、絶対買ってくんだよって、うん、喜んで買ってきたんですよ。でも別に負けなきゃいいんだから。そうですね、うん、そうです。じゃあじゃんけん、しゃ勝った人から時計回りで、はい、最初はグーじゃんけん、ほい、最初はグーじゃんけん、ほい、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、行くでしょ。うわ最高じゃん。私これどんなジェンガなの。グッピージェンガ、ドキドキ、片手のみ、ワンタッチで触れたらもうそれは抜かなきゃいけない。え、ワンタッチで。はい、でなんかあの変形ウッピー、少し歪んでる、だからあのだからいろんな種類あるんで、うん、そこ皆さん気をつけてください。はい、はい、さあ、じゃあ先生、先生から。レッツーゴー。なんか土台が動いたぞ。土台が動いたぞ。おいおい、土台が動いたぞ。嘘やろ。早く抜いて、それ。いやもうこういうの、ほんまか。一つ聞いていい、はい、ジェンガで一発のやつが全部倒すの見たことある。いや、絶対無理よ。確かにそういうことですよね。おい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 、ついとくんなよ。抜けてないよ、抜けてないよ。だからそのゆっくりやるから全部ついていくからな、うん、シュッてやって、はい、3、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いやだからそれをシュンみたいな、そうそう、シュンシュン、そうしたら上がパンと落ちる、だるま落としみたいな落ちるかもしれない。いくよ、3、2、1。よっしゃー、めっちゃ嬉しいです。さあ、さあ、さあ、だからやってみないと分かんないですよね。奇跡起きたな。奇跡起きましたね。さあさあ、苦しめる楽しむ。でもね、もうね、おー、じゃあこいついこうかな。ちょっと体重乗ってるかな。おわっ、コロッケくん、これいいかな。おお、いいね。いやだ、虫食べたくないよ。なんで先生倒してくれなかったの。おお、あかん、俺もう指が太いから入らへん。もう結構来てる、こっちまで。と思うやん、はい、いったら動かなかった。え、でも私これ簡単に動くと思うんだけどな。うんとも言えないよね。今2択なんですよね。そうなの。うん、これはさっきから動いてたから動きそうな気がするんだよね。うん、私これ行ってみようかな。うん、あ、手震えてきた。この真ん中いきますよ。うん、ほら、あ、いや、いける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 。おお、軽い軽い軽いね。軽い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 。もうこなそうだね。これ探すのがワンタッチだけだからきついね。ほんと。おお、お、よし、早いね。早い。あー、ちょっとどうしようかな。あるある、いきます、試します。勝てー。勝ていけるいけるいける。こっち動いてるけどね。結構硬いね。いける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 。そうしたら多分こっち戻ってくるから大変なんだけど。いける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 。もうこれは先生パターンで勢いよくいっちゃった方がもしかしたら。オッケーです。行きます。はい、行く。はい、ちょっといいですか。ここ出しますか。あ、そうやっていくの。そうやって。
たい。アムザル君って意外となんかすごいね、やりたいんだよね。それは無理やろ。これは無理やろ。ちっちゃいんやろ。ピンポイントでこう吸っても抜けちゃう。こうやって抜いた方がいいよね。だってこうなんだよ。こっちがこっちはこうなってもこっちが奥に行くから抜けないよ。いや、もう打ちます。おっ、ちょっといいですか。うん、飛んでこないと思うんですよ。おぉーイエス。ちょっとすげー。ちょっとそんなことあんの。こいつすげー、こいつすごい。え、やだ、回ってこないでよ、本当にやだ、本当に。わあ、マジか、取れるな、これは。うわー、俺それ取れると思ってたのに。いや、私もこの辺揺れるかなと思ってました。俺よ、マジでワンタッチ目。そっち行きます。そこそこ、お、軽い。え、軽い。え、おい、こちらうわー、マジで、マジですげー。これはこの一本はえぐい。マジで、どれが軽いんだろう。こんな、この前回ってこんな感じ。こんなちょっと汗かく感じ。めっちゃ汗かいてます。これは違う。そんな競技な。ちょっとこっちから見ていいですか。あー、そこもないんだ。全国の袴田さんファンは負けることを願ってるよ。期待に応えない袴田なんで。もう噛んでるから。もう震えてますから今。どこに以上、本当に怖い。まだもう制限時間あるよね。あるっすよ。いや最初の先生と青空くんのが時間使ったわ。でも今日ミラクル起きてるからね。いやすごい。先生も青空くんもそうだけど。いきます。お、どれにしました。これ、お、それいきますか。ファーストインプレッションどうぞ。あったー。硬い。硬い。動いたね。下硬い。硬い。動いたね。こっから勝負だからね。はい、どう抜くか。無理や。これはやばい。大丈夫、抜けばいいんだから、簡単だよ。大丈夫大丈夫、みんなミラクル起こしてるから。こっちだったなぁ。おお、こうやめて私もいいですよね。おおお、マジで真剣よ。来たね、来たね、来たね。こっちから取って、こっちから来たね。マジで真剣よ。そんな取らんでも、もう手汗やばいですからね、今。あぁ、これ抜いてもバランス無理かな、もう。あとちょい、あとちょい。おお、抜けたよ。動いてる、動いてる。オッケーオッケー。これむずいな。次どうしよう。ちょっとお色陣くれ。いや、くんのか俺まで。おお、さあ、これはマジでない。いや、でも絶対あるんだよ。そうそう、どっかにある、どっかにあるんだよね。だどうせくっついてもみんな抜けてきてるからね。うん、さあ、どうしよう。いけ、青空、奇跡を信じろ。こっちにします。よっしゃ。おお、すごいぞ。すごい、マジで。おお、今緩かったね。緩かった。今日みんなミラクル起こしすぎなんだよね。これか、これにしますね。うん、この子にします。うん、やばい、やばい、意外と硬いんだって。そうなんですよ。上は上でむずいんですよ。しかも上が緩いからね。そうそう、馬場さんがやってる。うそー、マジで。まだ続くのか。マジで回ってくるか。回ってくる、ここで。いや、俺これいけるんちゃうかって思うやつが一つだけあるんだよね。いいですか。どうぞ。俺これにするわ、橋の。うん、マジで。イエーイ。まずずく。これでもここ、そこ大事。はい、赤間さん、どうぞ。待って、もうない。もう来ないと思った。これいけんじゃん、赤間さん。いけません。春とかもワンチャン。下な。下。行っちゃいなさいよ。行こうかな。うん、じゃあもう下の方行こうかな。どっちにしよう。でもだいぶ高くなってるもんね。もう一か八かで下行こうかな。はい、この真ん中行きます。うおー、おー、
こ乗せるとこまでね。そこで落とすパターンが一番面白いよ。揺れてる。はい。もうね、私が落とすのが一番面白いんだろうけど、あの虫本当に食べたくない。今軽かったね。軽かった。顔がちになって一言も返さない。もう回ってこないな。辛く食っていこうぜ、イエイイエイイエイ、ぶっ壊していこうぜ、ほらブンブン。俺ならできるや。ベタ。うわあ、これは終わった。これは終わった。カッチカチやな。カッチカチやな。まあでも今までね、奇跡を起こしてきたからね。これでしたっけ？そうそうそう。もう最初のミラクル先生だからね。うん、やばい、これビクトンセンじゃん。ちょっと動いたよ。お、いける。いける。いける。今キウッディから帰ってきた。いける。いける。俺を信じろと。動いてる、大丈夫大丈夫。うん、ちょっと動いてる。あー、でも腕、ね、結構差しずれてる。あー、ちょっと押して、ちょっと押して、ちょっと押して。これは危ないぞ、今。これピサのシャトーみたいになってるぞ、今。あかん、もう話したらこたわれる。こんさんこたわれる。諦めて終わりやぞ。これ取れたとしても、話した時っすね。うん。いや、あかんわ。上のもう一本がこうなっちゃってる。うん、どっちっすか。私側がこっちの2本。あ、そういうこと。うん、上の2本がもう一緒についていってるから、それもうちょっと押さないと軸がずれてるよ、上と見えないんですよ、そっちが。そこはバーンと見たいけど、その体勢からだときついから。うわぁ、長い戦いがなんと50分です。うわ、一瞬で終わるかと思ったゲームが。ねえ。いやあ。一番最初のあれからここまで。すすすすさんさん、なんか変なもんいっぱい多いっす。ん？いっぱい多いっす。いける人？本当は。全然いけないっすよ。ほんまに嫌いなんですよ、これ。うん。じゃあ食べに行くか。うえ。うん。スラタージュ臭いやつ？うん、まあ普通だ。いやっす。食べた食べた。あ、うん、普通だよね。口の中に。あ、虫や。口の中に。香ばしい。普通だよ。サウダ普通に食べてるじゃん。臭くないですか？うん、臭くないですか？いや、おるおるおる。口に。には鼻からなんか抜ける匂いないですか？罰ゲームじゃないのに食べる人。全然平気じゃないですか？そんなだよ。あ、苦い。細いやつが苦い。あ、やっぱ細いやつ苦いんだ。苦い。あ、苦い。普通だったよ。重さない。いやいや、私もう本当無理なんです。本当に無理。え、食べたよな。食べた。もうまずい。食べた。食べた。はい。さあ、めっちゃ食べた。食べた。食べた。俺も買ったもん。俺も食べた。赤間さん食べていい。もう本当に無理。私本当無理なんです。本当無理なの。味の問題じゃない。見た目の問題。大丈夫。もう見た目と目つぶって食べる。じゃあこれ置いとこ。今度赤間さんに負けてね。いやだやだやだ。え、でももう今日本当に気合いで勝ちました。皆さんもぜひ昆虫スナック。